どうぞ。皆様こんにちは。ソロクレスタの楽曲制作を手掛けました小城です。プラチナゲームズさんのソロクレスタ発売日が2月22日に決定したとのこと、おめでとうございます。実際にプレイできるのがとても待ち遠しいです。ネオクラシックアーケードシリーズの第一弾ということですが、そのコンポーザーとして私が制作に関わることができて大変嬉しく思っています。ソロクレスタはクラシックゲームの要素がたくさん詰まっていて、音作りにも大変こだわっています。昔懐かしいサウンドをただ現代の音響技術で再現するのではなく、当時のサウンドメイキングのノウハウをベースにして音を作っています。80年代を思わせる懐かしいサウンドを実現して、さらにプラチナゲームズさんの要望でそれをネオなサウンドに昇華させたものになっています。80年代のムーンクレスタ、テラクレスタのみならず、昔アーケードゲームに触れたことある方はきっと懐かしいと思っていただけるはずです。皆さんにはゲームプレイもそうなんですけれども、私が作曲しました楽曲も楽しんでいただけたらと思います。ソロクレスタのサントラもファンの皆さんに発売できたらいいですね。それでは来月末の発売楽しみにしています。よろしくお願いいたします。